はい、ガッチャンです。はい、今回は私が現在進行形で悩んでるというか、ずっと悩んでるけども諦め続けてきた、なんか自分の中で諦め続けてきたお話をしたいと思います。まあ、前回前々回実現可能な夢のシリーズの時に女として X ジェンダーでありたいっていうお話をしました。はい。まあ、つまりですね、性転換はしたい。性別も変更したい。でも、それでも X ジェンダーではありたい。はい。男でも女でもないけど、体の違和感はあるけども、私は男と女の中間でいたい。そんなお話をしたんですよね。まあ、大変わがままな話なんですけども、できないことがないなと思ってます。まあ、そんな中で、現在進行形の悩みっていうのは、まあ、いくつもありまして、まあ、一つは例えば、体重。まあ、太ってても可愛きゃいいじゃんって思いますよ、私も。そう、思いますよ。思いますけど、なんか痩せたいなとはもちろん思うんです。はい。ここ最近ダイエット、足ダイエットしませんからね。過去の YouTube を見ると、一生懸命ダイエットした頃の動画を見ると、もう、だんだんわかります?遠くを見てる目をしてますかね、遠くを見てる目。はい。おい、頑張れ!みたいな、自分に気合を入れてもなかなか先に進めない本音もあるんですね。その他ですと、私はね、実は、継承してて、ここだけライト、こんだけね、強いと、あんまり気にならないんですが、実は、すごーく毛深いです。はい。そう、毛深いんです。そう、つまりですね、全身の毛がね、やっぱ全身脱毛って、やっぱ私のね、早く取り組みたい、目標なんですよね。とりあえず、全身の毛をなんとかしたい。はい。まあ、ダイエット全身脱毛の先に性転換っていうのは、まあ、私の中ではあるような気がするんですけども、まあ、ホルモン治療を考えると、やっぱり早く体重を落とす方が先かな、なんても思ってます。はい。そこら辺、ちょっと、しっかり自分にコミットして行動しなきゃいけないんだな、っていうことを最近、痛感してるんですが、まあ、皆さんにね、また動画で、ダイエットの進捗、状況なんかを報告しながら頑張っていきたいと思ってるんですが、実現やるって決めるまでにやっぱちょっとねエネルギーあるんで、もうちょっとお待ちください。で、全身脱毛に関してはやっぱね、お金のかかる問題なので、まず私にとってのベーシックインカムであるセプテムをである、程度安定した収入を得れるような頑張りをしてからこそ全身脱毛ってあるのかなと思ってまして、そう、年内には、なんとか自分で、セプティムだけで生活できるような、その体制作りにしていきたいと思ってます。まあ、そんなわけでですね、私にとっての大きな悩みの一つは、やっぱダイエットと、全身脱毛ですね。まあ、女性ホルモンを打ちながらだったら全身脱毛もまた状況は変わってくると思うんですけども、女性ホルモンを打つに至ってもやっぱりその後のことを考えると、まあ、体重は今落とせるんだったら落とした方がいいと思っているんです。で、まあ、前回の動画で修道じゃなくて影間ジャイアンのお話をしましたが、影間になるための修行って本当に厳しかったらしく、まあまあ、そこはね、現代だったらね、まあ、いろんな機械、技術ありますんで、まあ、以前、なんかもうちょっとやりようもあるのかなと思ってます。そんなわけで、私は今、その二つを自分で決めて行動しなきゃいけないところなので、そう、自分に、決めるための覚悟を今、一生懸命覚悟するタイミングを、ダサいね。覚悟するタイミングって今でしょって話ですよね。そう。そう、分かってるだけに、自分で言ってるこの動画の情けなさを痛感してます。
まあ、もちろんね、お金をかけるダイエットもあるんですけども、そう、よし、もう一回ダイエットインストラクターになるために勉強したダイエットの方を全部読んで、その上で今からやれることをしっかり考えて、西山先生に相談して、西山先生とカレンに相談してやれるとこからやりたいと思います。まあ、そんなわけで今回は私にとっての大きな悩み、ダイエットと脱毛なんですよ。そしてダイエットに関しては西山先生とカレンに相談して今こそ再びやるための準備を始めたいと思います。進捗状況についてはまた動画でお知らせしたいと思います。自分で言ってて、ね、その重みを感じるだけにちょっと気が重たいですね。そんなわけで、ガッチャンでした。またね。